皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は紙箱マイソロジーオブキューブのファミ通紹介をしていきたいと思います。仲間と協力して断片化された世界を修復しましょう。主人公プレイヤーの分身で女神の命を受けて断片化された土地を修復する旅に出ます。女神の加護によって傷つくことはありませんが、個人の戦闘能力は一切ありません。戦闘では精霊の力を借りて支援を行います。見た目は2つのタイプから選択可能です。イリス、修復者のサポートをするよう女神に役目を授けられた妖精で、修復者と行動を共にして何かと世話を焼いてくれます。修復者の言葉を代弁して会話をサポートする頼りになる存在です。パズルを解いて世界を修復します。ある時発生した大分断によって分断された世界では、土地に大きな立方体の穴が開く断片化の現象が発生します。主人公は修復者としてパズルを解いて修復することになります。パズルのルールはシンプルですが、連鎖の要素があるなど奥深いです。武器はもちろん町もクラフトできます。クラフトの要素も本格的で、戦闘に役立つ武器やアイテムはもちろん、建築物もクラフトできて自分だけの村や町を生み出せます。武器のクラフトでは素材によって異なる効果を持った武器が作れるほか、仲間を助手にしてボーナスを得られる要素もあります。最強武器を生み出す楽しみも味わえます。ミナス、由緒正しき神官の家系に生まれた天真爛漫な少女で、父は司祭で兄は12世に所属しています。何かにつけて首を突っ込みたがるのが玉に傷です。アルク、ザンクトアリウムの聖堂騎士見習いで、ザンクトアリウムから出たことがなく世間知らずですが、困っている人を助けたいと願う心優しき青年です。クロエム、天宮の間により世界を見守りゾフィール大陸を加護する女神で、精霊と交換できて破壊された大地を癒して悪しきものを退かせる修復者を選定しました。仲間にマナを与えてサポートをします。フィールドで敵のシンボルに触れるとバトルが発生します。主人公はサポート役として参加して、敵との戦闘は仲間が自動的に行ってくれます。主人公はターンごとにたまるマナを仲間に与えて、スキルの発動タイミングの指示を出せます。というわけで今回はこの辺で、紙箱マイソロジーオブキューブのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。